秋田県道56号秋田天皇線は秋田県秋田市から片上市までの県道である。東路線は起点の秋田市浜田浅滝野原で国道7号と速道で接続し JR 東日本上越本線荒井駅近くを通り秋田大橋で小物川を渡るとバラ島交差点で国道13号に接続する。バラ島交差点からは 国道7号交点まで新国道と呼ばれる区間で、秋田市の中心部を南北に縦断し、臨海道路入り口交差点で国道7号に合流する。秋田市飯島道島の北港入り口交差点で、国道7号から西へ分岐し、日本海の海岸沿いを北上して、道の駅天皇付近で国道101号に合流する。起点近くでは、秋田砂丘の林間を、秋田港以北では、 日本海の砂浜海岸沿いを通り、それ以外の区間は、市街地を通る。秋田市川元海話町付近以下の都市計画道路と、路線が一部重複する。道の駅橋梁荒谷大川町より、南方向荒谷大川町より、北方向起点から国道7号の接続点までは、秋田北バイパス及び秋田南バイパスが、完成するまで、国道7号の本線だった区間である。 秋田南バイパス全線開通後の2004年4月1日に、起点からバラ島交差点までの区間が、国道指定を解除され、本県道に編入されるまで、東県道の経路は、幾度となく変更されている。なお、バラ島交差点は、追突事故、右折時の衝突事故が年間を通して多発し、山農交差点は、事故が多い交差点で、2013年で、 秋田県ワースト2になるなど危険な交差点である、四川ほどの千代田町付近にて、山王十字路以北の沿道では新国道モールなどの新国道を称した施設が並ぶ。ありがとうございます。